baby, can you hit my line? I just wanna make you mine. I'm busy, always on my grind. I don't wanna waste my time. はい、こんにちは、宇村忠です。前回ですね、前回の動画をまだ見てない方は見てほしいんですけど、そちらの動画の時に、みのりとですね、一緒にセッションをしました。まあ、あそこの場所と同じ海に今日も来ました。前回ですね、ちょっとなかなか人が多くてなかなかいい波をつかめなかったので、ちょっと本日もここの僕の家のすぐ前にあるポイントでちょっとリベンジということで、いい波をですね、ゲットできたらいいなと思います。そして、今日はですね、前回の動画よりワンサイズ下がったかなという感じなんですけど、まあでも下がったとしても頭ぐらいサイズがありますね。最近すごいサイズがあっていい感じの練習が、できております。というわけで本日はですね、ここの海の家前めちゃくちゃいい波が、立ってますね。もしかすると、昨日よりいいんじゃないかっていうぐらい、いい波が来ていて、しかもここっていうのは沖からインサイドまでがまあまあ距離ありまして、なので結構長い距離乗れるんですよ。だから結構マジで極上レギュラーかもしれません。結構僕レギュラーとばっかり、どっちかというとレギュラーの方がめちゃくちゃ好きやし得意なので、僕にとってね、極上レギュラーが来てる可能性大です。はい、というわけでね、ここの家前はもちろん音も入ったことありますよね。あるよ。どうですか？俺ここ好きなんだよ。乗りやすいよな。そう、しかもシューッといける。しかもそんな惚れてなくて、もう本当にね、音の世代がめちゃくちゃ好きな波じゃない。そう、本当にちょっと分厚い板で長く乗るのには最高な波だね。でも実はですね、ここ軽くて結構僕苦手なんですよ。だけどその軽い中でもちょっと試合に向けて練習していきたいと思います。まあ、軽めのロングライドができる波ですね。もしかすると 100m 以上乗れるんじゃん。いや、200m ぐらいいけると。いけるよな。いや、マジで千葉にはそんな距離乗れるとこあんま少なくて、結構唯一ここの僕の家前ポイントが唯一長く乗れるポイントなんじゃないかなと思います。すごい奥からインサイドまで乗れるんですよ。嵐村と家前 P ということでやっていきましょう。というわけで、本日もですね、動画を撮って、試合に向けて練習していきたいと思います。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、本日もちょっと視聴者さんの方向けに、軽い波の時のワンポイントアドバイスを話していきたいと思います。軽い波って僕めちゃくちゃ苦手だけど、その中でも結構研究してきた、話がありまして、まあ、軽い波の時っていうのはこういう風に惚れてきてくれないから前に進まないんですよ。こう惚れとる時っていうのは勝手に何もしなくてもシューッと下に下がっていくんですけど、軽い波の時ってこう棒立ちで何もしなかったらもうそのまま置いてかれますよね。だからそういう時にめちゃくちゃ大事なのが、軽い波の時ってもちろん僕もするんですけど、パンピングしがちで、あと体のブレが増えます。なのでそういう時こそ体のブレを抑えて、前に進む。その方法は、どういう風にするかというと、もちろんパンピングしたら体を揺れます。だけど体を揺らしながら、軸はブレずに、進む方法がありまして、それは何かというと、パンピングっていうのはこういう風に下に一定のこの上下のこの動きですよね。だけど僕の方法はパンピングっていうよりチックタクでもないし、パンピングでもないし、なんていうか分からんだけど、これがもしパンピングだとしたら、僕の動きっていうのはこういう風な動きなんですよ。それはどういう風な動きかというと、まあ、パンピングはこういう風に上下に叩きますよね。だけど僕の動きっていうのはもう腰と体全体を使いながら、左右っていう、こういう左右に動かす方法っていうのが僕のやり方であって、まあこれが僕の、パンピングではないけどアップスでもないな、なんていうんやろ、嵐村田チックタックパンピングアップスダウンっていうやつですね。はい、というわけでその僕のやり方をちょっと言葉で発信は難しいから、今日軽いから絶対僕やるので、それだからそれをですね、やりながらやっていきたいと思います。皆さんはもちろん全然これ覚えたらすぐに真似できるやり方なので、ぜひ皆さんもやってくださいということで、まずはですね、1ラウンド練習していきたいと思います。あれだよね、左右のレールをかましながら行くんだよね。だから右左ってだから普通に上下のパンピングじゃなくて、そうだからさ、普通にヤルとかでさ、ヤル、はこうなんていうの、スケボーが重いからこういう風にできんやん、ノーズ上げて。だからヤルみたいにこういう動きあれやん。わかるよ。それをひたすらビーチの方に向かってこういう風な動きをしながら下に降りるっていう感じかな。はい、とりあえずですね、1ラウンドしていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。
で一番の練習できました。いや一番大きかったのは多分 200m は無理でしたね。いや結構風乗りたかったから真ん中の緑ぐらいから乗って、まあ、2ターン2連勝していたんですけど、ちょっとやっぱり沖にはですね、やっぱりいっぱい人がおってローカルの方々もいるのでそんな乗れないけど、でもローカルの方々多分ガチでめちゃくちゃ沖から乗ってインサーは乗ったらめっちゃロングライドしてなかった。いやもう本当に200m そこまで行っとるよローカルの人たち。ガチですごい。いやあれは俺あれ見とるとちょっとやりたくなるもん。ボード買った方がいいんじゃない。でもあそこに並んで俺怒られそう。何しに来たって言われるでしょ。お願いしますって言われる。いやでもあれは楽しいよ、ずーっと行けるじゃん。すごい、ここのポイント結構すごいけど全然自分はゲットできてないな。いや本当に結構垂れ目の波で体をぶれずにパンピングしていくっていうのはですねかなり難しいんですけど、ちょっとその僕の方法がちょっとまだできてないので、ちょっと2ラウンド目行ってですね、ちょっと皆さんが見て分かるようなちょっとライディングをやっていきたいと思います。本当にパンピングは印象も悪いし、本当に点数、大会出る方なら点数も下がるし、だけど僕のやり方っていうのはレールを使いながら行くからそこまで印象も悪くないし、もう本当にそれ最低限でそれのやり方っていう感じやから、それをですね、ぜひ皆さんにやってほしいので、そのやり方をぜひ一回多くやっていきたいと思います。本当に結構人も増えてきたし、ローカルの方々もね、増えてきたので、ちょっと乗れる波は限られてくるんですけど、ちょっとですね、いい感じのライディングを決めれるようにやっていきたいと思います。あれ、今日また3ミリチャージだね。はい、3ミリチャージで来ました。余裕？余裕すぎ。昨日からやけにあったかい。いつもさ、水温計やってるじゃん、サブチャンネルで。はい、あのね、水温計よりキッズやボーイズの親御さんたちの陸の水温計もやる、水温計とか温度計、陸は寒いよ。あ、やっぱまだまだダウンいると思う。マジ？無理、陸はカメラ撮ってるお父さんお母さんは。水温はあったかいけど陸は若干寒い。寒い、もうちょっとかかるね、風が。はい、というわけで、2ラウンド目ですね、ちょっとやっていきたいと思います。しっかりといいライディングをですね決めたいですね。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで本日の練習はですねこんな感じで終わっていきたいと思います。いや本日もですね本当に家前ポイントでやったんですけど、めちゃくちゃいい練習ができました。まあ、本当にかなり難しくて、今日は昨日より若干サイズが下がったんですけど、やっぱりレギュラー方向のいい波は、決まってましたね。まあ、だけどちょっとねなかなかいい波をゲットできずですね、なかなか難しかったんですけど、まあ、その中でもやっぱり決めていかないと試合にも勝てないかなと思いますので、まあ、いろんな海で練習するのがやっぱり大事かなと思います。というわけで本日はですね、まあ、レギュラーをメインに練習していきました。いや本当にここはめちゃくちゃロングライドできる波が多いし、練習になる波がたくさん来るのでめちゃくちゃいい練習になりました。というわけで本日はですね最後の最後の方で嵐流チックタックパンピングをやったんですけど、もっとあれはあれで
まあ、あんな感じなんですけど、もっと垂れ波の時の方がもっといあれのあの技の良さが出るかなと思います。また詳しくはですね、ちょっとハウトゥー動画を出して一本にしたいと思いますので、ちょっと気になる方あればぜひその動画もアップしたいので、そちらもぜひ見てください。というわけで本日はですね、こんな感じで練習を持っていきたいと思います。いや、なかなかですね、いい感じに春に近づいたということで暖かくなってきまして、まあちょっといい感じの気温になってきました。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもおもろかったなと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムのフォローよろしくお願いします。なんか一番アウト乗せてもらったんじゃない？乗せてもらいました。2本ぐらい乗せてもらったでしょ。いや、1本やろ。1本？極上のやつ。